皆さんこんにちは、タッシアンランサーギャバンです。一個前にですね、セルになろうということで、ドラゴンボールのセル、相手からですね、エネルギーを吸収してですね、より強くなるというキャラクターですけれども、ダンスに関しても上手い人からエキスを吸い、こっちの上手い人からもエキスを吸い、最強のダンサーを目指そうぜという話をさせていただきました。で、この動画の中ではですね、ヒゲ脱毛の、経過報告の動画を撮りたいと思います。約1ヶ月ぐらい前に、ゴリラクリニックヒゲ完了コース、本編1年とアフターフォロー3年、トータル4年のですね、コースで20回照射をしたわけですけども、20回すべての照射が終わりました。だからまあ、ヒゲ完了コースとしては終わり。で、ヒゲは残ってますんで、まあ、ゴリラクリニックさんの方から続けますか、安く続けられますよっていう話ありましたけれども、いや、僕の方はもういいですっていう話でね、もうとりあえずヒゲ脱毛からは解放されました。もうあんな痛い思いをしなくていいのかって思うとね、少しほーって感じですけれども。で、今は、前回のヒゲ脱、ヒゲのレーザー照射から丸1ヶ月経ってね、今どんな状況かっていうと、まあ要するに人生で一番ヒゲが抜け落ちてるのが、まさに今です。こんな感じですけれども、以前というかね、ヒゲ脱毛を始める前の僕はもう完全に泥棒ヒゲでした。ここがね、真っ黒黒になってたわけですけれども、今はヒゲが抜け落ちて、人生で、まあ、あと、プラスで言うと、もう今後はあの、ヒゲレーザー打ちませんから、これが僕の人生の中で一番多分ヒゲが薄い時期。もうこんな時期はないです。ツルツルのね。ちょっとありますけど、でもほぼツルツル。やっぱりヤグレザーの方が抜け落ち感が大きいですね。メディオスターの方は、抜け落ちたとしても、クレーターみたいな感じで、ポツポツポツって円形がなくなるような感じなんで、メディオスターの方が抜け感が少ないの、プラス、ヒゲが伸びちゃうと、ちょっとかっこ悪いですね。基本的にヒゲが生えてるのに、クレーターみたいにボコッボコッボコってヒゲが生えてないところが円形に出るっていう感じなんで、まあそういう意味でも、まあやっぱりヤグレーザーの方がおすすめかなって僕は20回の照射を通して思いました。まあとはいえ僕はメディオスター16回のヤグレーザー4回っていう偏った打ち方だったんで、まあだから最初からね、ヤグレーザーにしとけばよかったじゃんっていうコメントもいただいてますけども、まあ人生ね、セーブ&ロードできませんので、僕はもうこれでいいかなと。まあ、家族とも話しましたけど、少なくともね、ほっぺと首に関してはね、だいぶ綺麗になりましたんで、まあ、鼻下と顎はね、多少残ることになると思いますけれども、まあまあ、とりあえず20回ね、すごい痛い思いを我慢した会話、まあ、それなりにあったかなという感じであります。で、今、皆さんに見ていただいている私のこのあたりが、私の人生の中でも一番ヒゲが薄い時期と。で、これから、あと2ヶ月ぐらい経つと、またヒゲが生え揃ってきます。だから主にこことここですよね。で、3ヶ月以上放置したことがもうこの4年間ありません。今まではもう3ヶ月放置したらもう次のレーザー照射でしたから。だから私としても3ヶ月以上、そのヒゲ完了コース終わってから、放置するっていうのは未知の領域なので、引き続きね、またヒゲ生え揃ってきましたよ。で、いよいよ4ヶ月目に突入ですとかね。6ヶ月、半年ぐらい経ちました。ヒゲは果たして本当に薄くなったのかみたいなところはね、引き続き、動画で経過報告していこうと思ってますので、ヒゲ脱毛に興味がある方、もしくは、まあ、ヒゲ脱毛でゴリラクリニックさんで施術を考えてらっしゃる方は、まあ、ぜひね、参考の一つとして見ていただければと思います。繰り返しになりますけれども、私が選択したのは、ゴリラクリニックのヒゲ完了コース。本編1年間とアフターフォローの3年間フルに使いまして、4年間でトータル20回照射を行いました。で、それで最初の1回目から、16回目かな。とにかく16回の照射は、メディオスターを使いまして、で、後半はメディオスターなんですけれども、基本的にメディオスターって連続照射なんですけど、ピピ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 ピって感じなんですけど、後半の何回だろう。後半の10はいかないかな。8、9回ぐらいは、
ワンショットでバチッバチッバチッって打つ、なんか半分ヤグレザーっぽいメディオスターで、打ちました。メディオスター、ハイパーメディオスター、そして残り4回が最後、ラスト4回ですね、最後4回がヤグレザーという形で照射を行いました。まあどれがいいのかとかっていうのは、やっぱり同じ毛筆、同じ体質の人間が2人いないと、まあ判断は難しいのかなと思いますけれども、まあ、20回やってもね、私ぐらいちょっと泥棒皮がひどい人間っていうのは、ツルツルにすることはちょっとできませんでしたけども、私としては、私と家族としては、それなりに満足のいく結果を残すことができました。ぜひ、興味のある方は参考の一つとして見ていただければ幸いであります。今後も随時報告を行っていきますので、よろしくお願いします。私はナーサキヤマンでした。ありがとうございました。まるー